はい、こんばんは、ギタリストの竹下敦です、今回はですね、よくギタリストの方がつまずきがちなね、F が抑えられないという、問題について、ちょっとお話ししてみたいと思います。まあよく F がバレエでね、制覇で抑えられるように練習しなさいというお話あるんですが、実際のところあまりそれにこだわる必要はないです。例えばですね、これとこの響きね、こういった響きの方がまあモダンに聞こえますし、 F というのはこの音がね、どうしても耳障りに感じることが多いんですね。であと、ボサノバなんかどういうこういう進行ですね。全体の響きとして、ね、柔らかく感じるので、特にこの F のね、この音が問題になるわけですね、は省略してしまって構わないです。これ E のペダルと言います、この音ね。ので、できるだけその楽をしてしまった方が、実際その例えばロック的なギターだとね、コードでこういう響きという調律がすごく難しい、チューニングがね、調弦が難しい楽器なので、特に F のバレエ、制覇と思いますがにこだわる必要はないと思います。ごめんなさいね、ツイッター、今 X って呼ぶんですかね、ツイッター上でね、F が抑えられないことで、なんかすごくそこでつまずいてるというかね、指が痛いとか悩んでる方が多いんでね、参考になれば幸いです。特に必要ないです。C の場合でもね、C の和音の場合でも、この響きとこの響きだと、こっちのはなんとなく、その F を抑えられるか抑えられないかであまり大きく変わらないので、優しく、楽な方を選んだ方がいいと思います。何かの参考になれば幸いです。F はもう省略形のね、 F メジャーセブンで、代用、C はもう C メジャーセブンで代用してしまって、なるべく開放弦を多く取った方が、楽ができると思います。はい、それでは何かの参考になれば幸いです。ギタリストの竹下敦でした。